ラッパーのビッグジョーさんが本日、手術途中に死亡し衝撃を与えている。ラッパーのビッグジョーさんが6日午後、京畿道キムポに位置する病院で手術中に死亡したニュースが伝えられ、ファンたちが衝撃を受けた。320kg まで体重が増え、超高度肥満により日常生活を維持することが難しかったビッグジョーさんは先月入院し、体内炎症を取り除くために手術を受けたが、経過が良くなくこの世を去ったという。去年43歳。ビッグジョーさんの親しい弟分であり、彼とオム34と共にビッグスリーとして YouTube 番組を進行していたビッグヒョンベは同日、アフリーキャイ TV のチャンネルを通じて皆さん、僕たちのファンの皆さんがいらっしゃるなら一緒に行って慎んで個人の冥福を祈ってださり、行く道を温かく見守ってくだされば幸いだとし、今、言葉がうまく出てこないのでここまでにすると号泣した。そしてビッグヒョンベは明日インチョン国際聖母病院で午後から葬儀を行うとし、ひとまずここで番組を終了し、午後ど3423とまたお話ししたいと付け加えた。ビッグヒョンベは個人の悲報を伝えながら、しっかりと言葉を続けることができずにおえつし、動画を見た人々まで悲しませた。自民、最もセクシーに踊る K-POP 男性アイドルに、アメリカの K-POP 専門メディアコリアブー選定。GOT7 ユギョム、JYP を離れ AOMG に移籍と報道。1月で JYP との契約が満了を迎える。5日放送のロンドンハーツ新春3時間 SP 内の奇跡の1枚で、お笑いコンビかまいたち濱家の変身ぶりが K-POP 風と話題に。番組内でもかっこいい BTS、防弾少年団に居そうとの声が。